〈6月に発覚した女優広末涼子の不倫問題が7月に入っても収束しないどころか拡大するばかりの状況だ〉〈広末自身は謹慎中のため公の場には出てこなくなっているものの不倫相手である有名シェフ戸場修作氏。そして広末の夫でキャンドルアートの第一人者として知られるキャンドル・ジュ氏はそれぞれ世間を騒がせ続けている〉 6月27日発売の「週刊女性」ではキャンドル氏の会社の元スタッフで所属アーティストとして活動していたこともある男性が登場男性はキャンドル氏に殴られ丸刈りにされ全治2か月ほどの重傷を負った過去について証言 同記事は本紙発売の前日、週刊女性プライムでも公開されその中でキャンドル氏にもまた不倫疑惑があったことも明らかになりネットユーザーを唖然とさせた驚愕の逆ギレ発言騒動の発端は広末さんと鳥羽氏の不倫問題でしたが続々と新情報が出るなどして状況が目まぐるしく変化 初めは世間から気の毒がられていたキャンドル氏にも厳しい目が向けられるようになりました一方フラーム批判後の広末さんがとりあえずおとなしくしている様子なのに対し鳥羽氏は握手に握手を重ねています鳥羽氏は6月29日発売の「文春」でインタビューに応じており仕事に影響が出て会社の損失も多くを超えることなどをとろ 翌日には自身のツイッターでレストラン塩の代表を辞任すると発表し経営をのき改めて全てのことに誠心誠意向き合ってまいりますこのたびは申し訳ございませんでした原文ママイカドウと改めて謝罪もしていたしかし7月1日配信のトースポウェブには 飛ば氏が記者の前でぶちまけたというキャンドル氏への怒りの発言が掲載されたこの日長野県の新レストラン長野のオープン初日を迎えた飛ば氏は店内で食事していたという記者らに話しかけてきたそう「文春」に交換日記の内容が掲載されたことについて「杏にリーク元はキャンドル氏」と話したほか「周女」で「暴力の話」とかが出たことにも言及 最終的に「俺の方がちゃんと法律も守ってる。向こうは暴行。障害ですからね。不貞行為なんて10くらいあるんじゃないですか。俺が知ってる限り。マジでああいうやつは抹殺された方がいいですよ。ほんと。俺の方がまだ純愛でまともじゃないすか?」。など自身と比較しつつキャンドル氏を批判したと伝えられている。 そんな戸橋の主張にネットユーザーからは「この逆ギレはすごい盛大に自爆相手にどんな理由があるにしろ不倫して開き直る戸橋もクソでしょ不倫が純愛なわけないだろふざけんなよ」といった呆れ声が続出したこうして戸橋は自ら事態を悪化させたわけだがキャンドル氏の方にもまた新たな火種が。 7月3日配信の「週刊女性プライムに」になんと複数のキャンドル氏の被害者が登場したのだまず同氏の事務所の元女性スタッフ A さんは暴言などのモラハラは男女関係なく行われていましたと証言さらに自身が働いていた頃キャンドル氏の会社の労働環境は法律に違反していた疑いがあったことや 結婚前から女性関係の噂は絶えなかったことなども語っているもう何が何だかわからない次にキャンドル氏と長い付き合いだという友人女性 B さんは先月27日発売の「週女」で暴行被害などを告発した男性とも友人でジュン・キャンドル氏の本名サントの一件の後ひどく落ち込んで PTSD 心的外傷後スストレス障害、のような状態でしたまた、んさんが不倫をしていたのも事実ですとコメントそのほか、B さん自身も結婚後のキャンドル氏からマッサージしてよと彼が仕事で宿泊していたテントに誘われたことがあると述べているそして別の元男性スタッフ C さん D さんは仕事道具をなくしたり 忘れたりしたスタッフに対し、キャンドル氏が自腹を切らせていたと解雇。ミスをしたスタッフも良くないのだが、ネパールまで慈悲で忘れ物を取りに行かされたスタッフもいるというエピソードも。ちなみに D さんは、キャンドル氏がスタッフに指示してゴミを不法投棄させていた。との証言もしている。 こうした告発について、事実確認の連絡をするも、返答はなかった、というが、ネット上では、もう何がなんだかわからない、どんどん出てくるなよほど嫌われてんだ。なんだか不倫どころじゃない、不倫より暴力、労働基準違反、不法投棄は許せんわ、などと、どん引き、されている。この件に関し、何らかの形でキャンドル氏から反論はあるのか。 それよりも先にまた新たな告発者が出てきてしまうのかもしくはそろそろ広末が新たなアクションを起こすかそれとも鳥羽氏の怒りの発信が続くのか次の展開は果たして